さて、内ガラスのパク・トラカイ、要するに、たじみの、西浦、のじいさんをね、じいさんおばっちゃんもね、もう放置したのもね、なんでかって言ったら、でも、その、インスタグラムでも、インスタグラムでも仕事も終わってるやん、ほとんどね。仕事しかせなあかんかったことね。ちゅうの、うちのフォロワーってやったら韓国人多いねん。しかも、キム系、キム系ってことは、もともとは熊装束。もともとは日本人。ハヤトとかな。じゃあ、結局、なんであんな顔なんですか？うん、そうや、パクとかリーと混血させられてしまって、あの顔。キム系はな。もともとはうちらと似たような顔やったわけんか。向こうで頑張って抵抗してくれて。で、あんな顔なんだ。というようなことが、パクやリーにとっては非常にまずいわけ。うちの発言は、実は日本においても、天皇家とか震え上がる話やねんけど、大和民族が震え上がる話やねんけど、それよりも、ね、朝鮮半島においてもっとやばい困る話やねん、パクやリンにとって。だからあんだけうちにパクトナカイは襲いかかってきた。だからあとはもう朝鮮半島の問題でしょ。日本の方はね、まあ、なんとかなる可能性がまあ高いね。次は石破政権やったらそれもパク政権。石破パクや。でもな、伊沢系っていうのは、まあ、武田信玄、志田三成、伊達政宗、ね、五代と思わず。な、そういった、で、うちのその、一緒に、まあ、今はもう親友って状態じゃないけど、石田あかりのな、御曹司、亀社長、今は社長ね。50歳かな、同い年ね。あ、もう、51なんだかな、彼は。7月生まれだったか、確か。8月、まあ、その辺ね。だから、あ、ちゃかな。2月までか。朝でまたか。なんか忘れちゃった。これ忘れました。ね、だから、日本でどうなるかっていうようなことでも、伊沢源氏って言うてもね、要するに後醍醐天皇系って言うてもね、その、あと後醍醐天皇の騎士団はことごとく源氏だったし、まあ、日体はどうだったかとして、まあ、足利がまあ、として、そしての木は、実は源氏。じゃあ、あの家紋って、もう、クスノキがもともと持ってた家紋やね。なんでかって、あれ、天皇家の家紋違うから、16日目家紋って。あれやろあれ、なあ、あの足でっち上げやん、でっち上げやん。あの家紋もともとクスノキの家紋やね。それを後醍醐天皇が許した形で、そこに変えてはあるんですよ。ただ、それだけのこと。というような事情やから。で、多治見は、多治見公長、時源氏っていうのは、実は、大和民族ちゃうねん、時源氏は。な？だから静香ちゃんはこんな顔でしょ？先住民恵美し顔でしょ？静香ちゃん実は時源氏やねん。てか、うちがモデルやねん。と言ってはったやねん、藤子先生。な？まあ、そういった事情だから。まあ、興味ある、皆さんが興味ある話は、実はこういう実話に基づくんですよって聞いたとき、ふんふんやーみたいってなるんやったらさよならや。関係ないねん。うちの世界にとってあなた方。うちの世界の物語を先生方が書いてくださったんやから、その話が無理っちやったら、うちの世界からバイバイやねん、実は。な？じゃあなんでその先生がって、その先生がその資格を得てん。厳しい修行の末にな。いいわけやねん。